ゲーセン、トムズワールド、行ってみましょう。ガンダムトライエースがあって、もうアイカツが横画面のアイカツですね。ウリパラはねえかな。メダルゲーか。遊ぶ系のやつかね。まあトークに比べるとか。景品獲得系、ブブトンアタックはダメです。隔離付きです。集める系だね。もうなんか出たくるね。あの景品も全体的にパッとしねえつうか、まあこれがあるべき姿なのかな。日本が異常なまでにキャラクターアイテムがあるだけで、本来はこういうよくわかんないキャラクターたちを、スタムっていうのがあるべき姿、あるべき姿ですよね、こういうのがね。あ、ここでもウェイシングが使えるんですね。はい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 。ウェイシング出るんですね。すげえ。ゲーセンまでウェイシング使えるんだ。すげえな。あー、チケットいっぱい集めて、こういうのと交換できる。あら、シャオモーシェンの前のやつ、1000枚か、チケット。交換も出るよ。ちゃんとシャオモーション履いてるあたりですね。今もう日本じゃ見れないけど、レインボーランド系のね、キャッチャーゲームです。まあでも改造されてるね。それから改造されて、なんだこれ、中日のなんかかっこいいやつだ。はいはい、やっぱその景品法が法律が違うからさ、日本と違ってチケットで、ほらこういうねチケットですよ。チケットを掴んでそれを交換して景品がもらえるっていうのが外国のゲーセンの面白いところだね。ただいっぱい頑張んないと、さすがに1000枚とか、チケット1000枚とか無理だわ。遊んだら遊んだ分だけチケットをわーっと出てきて景品がもらえる。これが外国のゲーセンだ。